ははいいどううもおはようございますすの久保です今日の FX の相場解説なんですけども8月4日の朝6時22分で今デイリーを見ていますえっとねレンジの戦略を取るのかそれともトレンドがすでに発生していると見るのかによって大きく変わってくるんですけども昨日まではねレンジをどうこうしようかなと思ってたんですけどもちょっと今ねトレンドの方じゃないかなと思い出してます まあ、一つには、あの、こういうふうにね、大きく、冷やしなんですけども、売りの流れがずっと起きてましたけども、ここに来て売りはできたかなと思ってるんですよ。その理由の一つが、この下髭ですよね。下髭が大きく出るときって、ええー、大体ね、物事の転換を示したりするんですよ。であともう一個。陰線と陽線が、こうやって横並びで同じぐらいの大きさでしょうん、だからこれもね、 転換を示すすことがあるんですよねもちろん転換って言っても長い転換と短い転換があるんですよねうん、まあ、それはまだ分からないんですけどもある程度長く転換するんじゃないかなと例えばこういうふうに言ってね突き抜けていくとかあるんじゃないかなと思うんですよこういうふうに一回は落ちるんだけどまた上がるみたいなねであと理由があるとすればこことの符号こことの符号ですかねそれぞれ横に伸ばしていただくと分かると思いますけども こういう風な感じでねできているんじゃなかろうかと軽く思います、はい、で4時間とか1時間見るともうちょっと分かりやすいんですけども4時間はいかがでしょうか4時間はえっ、ー、と待ちレンジってのがありましたけどもここを割って下落が続いてで上昇するときにはあんまりローソク足が大きくないでも下落するときは大きなローソク足が連続で出るみたいな音を繰り返してここまで来ましたそして下を 作ってそこを作って急速に上昇して押し目を作ってさらに押し目を作ってって感じじゃないかなと思うんですよその時にこの間のレンジで推移するっていう風な考え方もあったんですねこういう風にいってでブレイクを待つみたいなうーんまあですけど今回はそうじゃないかなっていう風に思ってるんですよね、えー、で1時間の方でそれをちょっとね見ていきましょう じゃあなんでレンジじゃなくてトレンドが発生してるっていうふうに思えるのかってことですけどもこの1時間ですけどもうーんまあ一つはね大きな陰線ともみ合いの横ばいが繰り返されてここまで来てると思うんですよでここでさすがに多くの人が売りで参入してきたってところそしてえ玉を整理して売りが解放されて上の方に行ってると で、この時も陽線が大きくってそして陰線はちょっと地味陽線が大きくってまあここはね押しめですけども上がってきたんだけども下に下がるのはちっちゃいと。上に上がる時は大きいみたいなことを繰り返してるというところでこっちの流れと逆が起きたんじゃないかなと思うんですよ。はてはこれが三角形みたいに見えるところまで行くんじゃないかなっていうふうにね思ってますね1時間で。でそれをさらに裏付けるものとして買い足を見ていきます。 えー、貝足で言えるのは下に下がる時の陰線陽線ってちっちゃいでしょ例えばこういうところで上昇する時は極端なほどはっきりとしたものが出るとそういうふうな形跡が出るということかなと思うんですよでこれによって今までずっと今日ね先ほどからお話ししてきたもしかしたらトレンドが発生するんじゃないかなという特徴に来てるってことなんですよ トレンドが発生するときって高値切り上げに安値切り上げではあるんですけども例えば右肩上がりのトレンドが発生したときってね確かに高値と安値が切り上がっていくわけですよそれと同時にえっ、ー、と陽線はでかいんだけども陰線がちっちゃいみたいなことを繰り返されていくんですよねこの陰線は確かに下がってる時はちっちゃいので下がっていくよねでも陽線で上がるときってのは、まあ、そこそこでかいよね まあこれはね、まあありますけども。まあそれぞれの特徴を加味して、まあトレンドが発生するんじゃないかなと思いますんで、まあそこそこね、倍に入ってもいいかなと。例えば一つのきっかけはここから突き上がってますから。5分足で見るとね、ここから突き上がってるんで、もうぼちぼち倍の方に向かうんじゃないかなっていうふうに感じて、そして5分足だけでも見てみると下ヒーが出始めたかなっていうところですよね。うん。まあ倍に今日はいけるんじゃないかなと思います。 それではまた追加しますのでよろしくお願いしますオリガルヒの皆様はね先ほどの動画も参考にしてくださいそれぞれの決断を